ご視聴ありがとうございます。なんちゃってギター大工マンです。今回は情熱の嵐の弾き方を解説します。左手で押さえるコードや右手の動きがよくわからない方は基本動画をご用意しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。高座では歌いやすいキー、押さえやすいコードを最優先。そこで今回は2フレットにカポタスト、 Am コードを軸に進めてまいります。5フレットまでカポタストを上げるとオリジナルと同じ高さになり、アーティストの音源とコラボ演奏を楽しむことができます。ではいつものようにコードチェックから。使うコードは全部で8種類、アルファベット順に見ていきましょう。 Am コードは語源がベース音、和音の要となる低音です。語源から響かせましょう。 C コードも同じく語源から。 Dマイナーコードは4弦がベース音です。4弦から。E コードは6弦がベース音、6弦から。薬指を離して E7、こちらも6弦から。E マイナーコードも6弦がベース音です、6弦から。F コード、高座では押さえやすい簡易型を使います。6弦5弦を弾かず、4弦から下を響かせましょう。最後、G コードは6弦がベース音、6弦から。コードチェックが済んだら次は右手の動き。今回はストロークです。図をご覧ください。ハートマークが2つ。これは2拍の間。まず1拍目で引き下ろしと引き上げを1往復。次の2拍目、引き下ろした直後、親指側面を弦にぶつけるようにしてミュート。音を消して引き上げ。これを文字で表せば、ジャガーツカ。ただ今回は完全に音を止めるよりも、やや軽めに触れて残響を残しておく方が曲の雰囲気に合いますし、その時のノリで力強く押し切りたい時は、普通にジャガージャガーとストロークしても構いません。では Am コードのお手本演奏を聴いてください。では左手で Am コードを押さえて、このジャガーツカワンセットを8回ご一緒しましょう。ゆっくり4カウントで入ります。1、2、3、4、ジャガーツカ。ここから先、習熟スピードには個人差があります。画面左上、緑色のマークが出ているシーンはゆっくり演奏している部分です。動画を繰り返し再生され、一緒に弾いて練習を重ねてください。ではメロディーラインへ入っていきましょう。序盤の2行、まず1行目のゆっくりお手本を聴いてください。ジャガツカのストロークが難しい方は普通のストローク、ジャガ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 で結構です。ではこの1行目ゆっくりご一緒しましょう。4カウントで入ります。1、2、3、4。1行目が標準スピードに達すると、となります。続いて2行目のゆっくりお手本です。後半のストロークですが、まず E マイナー引き下ろし、ミュート音消し、すぐジャン。あとはボーカルで引っ張って、私てもで引き下ろしジャン。続けて、くやまなでジャンジャンジャン。あとはジャガツカよりも力強いジャガジャガのストロークが似合います。くやまな。
ではそのあたりを踏まえてゆっくりお手本をもう一度聞いてください。では少し難しいかもしれませんが、この2行目をゆっくりご一緒しましょう。このあたり動画を繰り返し再生され、一緒に弾いて練習を重ねてください。ではゆっくり4カウントで入ります。1、2、3、4、2行目が標準スピードに達すると、となります。続いて中盤の2行。まず1行目のゆっくりお手本です。黄色矢印で示された部分はフライングしてアップから入るとリズムに乗りやすくなります。その瞳、ここです。僕のもの、ここです。この体、君のもの、ここです。ではこの行も少し難しいかもしれませんが、ゆっくりご一緒しましょう。4カウントで入ります。1、2、3、4。その瞳、僕のもの、この体、君のもの。1行目が標準スピードに達すると、そう、2行目のゆっくりお手本です。太陽が燃えるように二人は愛を永遠に刻もう。今のお手本では後半もストローク通り弾きましたが、ここは自由度の高い聞かせどころですから、乗ってくればいろいろな応用弾きができます。全体練習は省きますが、参考例として弾いてみますので、お好みに合えば取り入れてみてください。では、この2行目、最初のお手本演奏通り、普通のストロークでご一緒しましょう。4カウントで入ります。1, 2, 3, 4, 太陽が燃えるように二人は愛を永遠に刻もう。2行目が標準スピードに達すると、太陽が終盤の2行、こちらは序盤の2行とコード進行が全く同じですから、2行一気に制覇を目指しましょう。まずゆっくりお手本を聞いてください。君が望むなら、たとえ火の中を、恋のためなら恐れはしない、情熱の嵐を。
では、この2行頑張ってご一緒に、ゆっくり4カウントで入ります。1、2、3、4。終盤2行が標準スピードに達すると、となります。今回の課題曲は、昭和のエネルギーが凝縮されたような名曲。一人で歌うより、大勢で歌った方が楽しいですから、テンポのキープにはこだわらず、歌声に合わせて演奏すればよろしいでしょう。親衛隊の合いの手、ヒデキーも遠慮なく織り交ぜましょう。全体の弾き方解説は以上です。この後、動画下概要欄よりリンク先へ進まれ、別冊付録、情熱の嵐、なんちゃってお手本演奏をぜひご視聴ください。そして、弾き慣れてくれば、コラボ演奏にも挑戦なさってください。ということで、本編のご案内はここまで。お疲れ様でした。